キチャンネル。ジョブ CMC のティーチャーです。おちょ CMC に就任しましたティーチャーです。よろしくお願いします。さあ今回はセリーグ、はい、ということで、ね、前半戦総括とともに、はい、後半戦に向けての、はい、優勝は 90% ヤクルトです、うん、そうですね。もういやでもマジック41よ、はい、ダントツですから貯金が22、うん、だからコロナでね、うん、めっちゃ離脱したけどもまあまあなんとか踏ん張ったね。はいはいはい。でマジック対象チームが4位の DeNA だからね、うん、これ11ゲーム差もう無理やろこれは。あと52試合、はい、だって52試合を25勝25勝でいったら終わるよ。もう無理だからですね。20勝を30敗でも、うん、多分無理だと思うよ。76勝、うん、10ゲーム差よ。20勝30敗で阪神が30勝20敗しなきゃでいかなきゃいけない。それでも足りない。30阪神があとちょうど50試合だから、うん、はい、49試合だから30勝19敗31勝18敗ぐらいでいかなきゃいけない。無理ですね。なかなかね、はい、厳しいと思います、うん、はい、だってもうリリーフも盤石やし。そうっすよ。もう言うことないよ。言うことがないんですよ本当に。言いたいよな、なんかこれダメやっつってチーム打率2割5分6厘で、はい、セリーグ1位、はい、OPS740 唯一の7点以上でセリーグ1位、はい、得点圏打率2割7分1厘セリーグ2位、はい、得点408点、唯一の400点台セリーグ1位、うん、エラー数39個、セリーグ一番少ない。防御率 3.34、 セリーグ2位、うん、先発防御率 3.50、はい、セリーグ3位、うん、救援 3.08、 セリーグ3位、うん、援護率 3.93、 セリーグ2位。もうそんなもんないもん、マイナス要素全くないですもんね、うん、出てくる、安定安定で、うん、しかもコロナ禍に、ね、はい、コロナで出しておいても、はい、まあ、そこそこね新しいね竹岡長岡の、はい、ね、ところも竹岡が出てくるしね、はい、竹岡ちなみに徳島県出身ですから。そうなん、はい、吉野川の近くです。そうなん、はい、で両親が淡路島の玉ねぎ農家なんですよ、うん、そこからあれか構成構成ですよ行って、はい、はあ、あれか。あの子です。だからいい選手なんか。そうなんですよ。あれ、だから徳島だからなんですよ。だからか。はい。出ないんですわ。納得したわ。もっとアピールしなきゃ、徳島っていう。言ってほしいですよね、あのお立ち台でも。うん、もっと、阿波踊り踊るとかね。ねえ。そうなると。そしたら俺が気づいてもっとアピールするのにな。就任されてますしね、徳島に。そう、鳴門市ね。はい、移住観光大使ね。皆さん、鳴門市に移住お待ちしてます。大阪まで1時間、1時間半で出れますよ。はい。ねえ。はい。完璧やな。完璧です。ヤクルトは。でピッチャーもね、はい、もう頑張ってるし、そういった意味ではね。ちょっとリリーフがやっぱりコロナでね、清水が抜けた時にちょっとバタつくけどね、田口とかね、はいはいはい。まあまあでも帰ってきたらもう盤石でしょ。優勝 90% 間違いないです。サンタナもいいですからね、帰ってきても。うん、帰ってきてね。はい、でオスナもね、サンタナお友達が帰ってきて打ち出すしね。もう、うん、もう止められません。うん、で2位が、はい、まさかの、そう、阪神タイガース。はい、はい。おーおーおー阪神タイガースフレーフレーバット。おい、この空気どうするの。はい、ということですよ。そう、取っといた方が良かったんじゃん。いやいやいや、ゲームで負けた時の一発ゲーム。いやいや、出したいんです、出したかったんです。そうなん、はい、どんどんあるんで。阪神、阪神まさかの開幕9連敗から、はい、ここまで、はい、持ち直して、はい、勝率、はい、5割です。来ました、復帰今2位。はあ、いやもうだこの要因知ってる？阪神がダメだった要因。いやもう間違いないですよ。ケラーやろ、はあ、あの開幕戦まさかの大どんでん返しで、はい、あれがちょっとなケチついたね、はあ、僕はなんかケラー選手もうちょっと調整が必要、結果論ですけど調整が必要やったんちゃうかなと思って、こう首脳陣が焦ったなっていうのがあるんかなって思ってるんですよ。でもまあね、結果的によ結果的にそうですね、結果的に、はい、雨降って地固まるじゃないけど、はい、岩瀬浜地、はい、岩崎のこの789ができてよかったじゃん、いい形で。浜地選手、うん、福岡大濠高校なんですけど、うん、
実家がお酒屋さんなんですよ、うん、小学校2年生の時からずっと甘酒飲んでたから、うん、風に強くてたまらないんですよ。そうなの、はい、浜地選手頑張ってください。俺のあれだよ、初恋浜地僕好きな魚浜地ですよ。そうなの、はい、浜地さん何してんだろうな今みたいなねだからまあね、よかった。で先発はあんね、はい、ガンケル、うん、まあ安定して、まあ、ウィルカーソン、うん、で西、うん、ね、青柳、あだから青柳いなかったのもでかかったな、はい、最初な、はいはい、帰ってきたらもう11勝よ、ね、うん、でやっぱ大山がね、あの濃厚接触者だったっけで、ちょっと抜けて、はい、時はちょっと大山がこうね交流戦ホームラン打って、そんなちょっと打てなくてちょっとこうなったけど、また打ち出したがあるからね。いやね、阪神の解説者の方に大山はね、しっかりせえとか打てへんとかずっと言われてきてたわけですよ、うんうん、それでようやくこれ20本打ってね、うんうん、もう今大山がいなきゃどうなるのねって、これもうタイガースファンがそうなってるじゃないですか、うん、この大山選手のこれハングリーな気持ちを分かってほしいです。ハングリーな、いいです、あんまりね表に出さないんですか大山選手。知り合い、同い年です。知り合いだ全然知りません全然知らないです想像で話してる。想像ですよ、うん、いや大山選手ね、大学の時に試合したことあって、うん、フライやと思ってレフトホームランでした。それはお前の認識が甘いだけじゃん。まあ行きました僕、下手すぎていやすごいね大山選手ねえ、はい、あとやっぱ中野、はい、島田、近本の1、2、3番、うん、最初なんか近本3番はどうなんやっていう人いたけど、あれが何気にいいよな。ああいいっすよ。ほんで今はね、ロドリゲスがファースト出るから大山レフト行って、ちょっと島田が引っ込んじゃうけど、うん、この3人崩してほしくなかったね。そうっすね、うん、いやだからこれね一番阪神の課題なんですよ、うん、これはっきりもう阪神ファンの納得なんですけど、うん、すぐ外国人を上で使いたがるんですよね、うん、ロハスが来た時もロハスレフトに入れて、うん、バランス崩れの、うん、これ全部外国人取ってきたら使わなかん使わなかん、これねロドリゲスの見極めだけは本当に早くしてください、うん、そうしない限り本当に苦しみます。来た瞬間タイムリー2試合連続打ってる、ね、あのソーチェック見てる方は分かると思うんですけど、外国人は来た時打ち勝ち、はい、そうでしょそういうことよく見てんな。いやよく全部チェックしますよ。あと近本もね、はい、いいし、でまた山本がねセカンドでいい味出してんだよね。あれもハングリー選手なんですよ、うん、巨人からねトレードで行って、うん、奥さんアナウンサー綺麗ですよ、うんはい、見たことあるナイスインスタ見てますだから阪神もここに来たらねいい形に、だって阪神あのリリーフ防御率 2.43 パリーグ、はい、セリーグ1位だからね、うん、で先発も 2.63 で防御率 2.57 セリーグダントツ1位よ。セリーグはね投稿打定が終わったのよ。終わりました。ひょっとしたら打高投低になってる可能性あるけど、うん、そうなんか阪神だけが防御率2点だ、うん、あとだってもう巨人だって4点台だからね。そうですね。でチーム打率2割3分9厘はセリーグワースト、はい、ホームラン数59は、1、2、3、4位、うん、得点圏打率2割3分4厘はワースト2位、はい、だからまあ投手陣だね、うん、まあでもあるねワンチャン2位は。で続いて3位、3位がカープ、はいね、ゲーム差なしで、あ2位、同率2位だよ、うん、勝率5割で、うん、タイガースのね、あのまあ阪神とあのタイガースのダメなところが共通してんね、うん、わかるこれ、得点力はあるのに点取れない、やっぱね、こうね、お得意様にされてるとこなんだよ、そういうことです、だから阪神は広島に2勝11敗で借金9。で広島はあのヤクルトに3勝11敗でもうお得意様にされてるんだよ、うん、お互いここ五分ぐらいでいってたら、うん、もうちょっとゲーム差縮まってるからね、はいはい、ヤクルトと、うん、そういった意味ではちょっとお得意様作られてるなっていう。でヤクルト大体ヤクルトの独走を許した一番の原因はカープだからね、うん、交流戦明けね、佐々木チャンネル見てるか見てないか分かんないけども、うんね、森下、大瀬良、栗どこだ、はい、この4人のうち3人ぶつけて勝ち切らなきゃいけないって言ったらまさかの3連敗よ。そうでしたね、うん、確かに。でタイガースがやっぱこの2位躍進の要因はやっぱあの交流戦でもあるからね、うん、交流戦でしっかり4位ぐらいまで来て、でそこでなんでヤクルトだけ詰めれないかっていうと、ヤクルト優勝してるから、はい、そう詰め切れてないんだよ、うん、で他負けて切れたっていうところも阪神のね今の2位の現状っていうところもあるけども、うん、まあ広島のねチーム打率2割5分6厘はヤクルトと一緒で1位だからね。打線いいんですよ本当に今年、うん、はい、投手なんかちょっとね、投手陣がね、うん、ちょっとバタつくよね。そうですね。だってリリーフ防御率 3.54 はセリーグワースト2位だからね、うん、で先発防御率 3.30 は、2位、うんうん、だ先発はまあまあいい形で回ってんだけど、中ですよ中よ、はい、リリーフ
だそこら辺がね今後どうなってくるかって打線もね、秋山が入っていい形になってきてるからね、はい、非常にね秋山効果であの長野さんが気合入ってでもあの15点取った時長野だけゴタゴタってそういう日はあるんです里崎さんも経験あるでしょ、うん、そう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 、はい、だったよでも野間とかもね活躍しだしてね野間くん嬉しいですねキャプテンですからね、うん、だからそういった意味ではカーブもまだまだ分かんないよねじゃあ分からないですこれ、うん、ピッチャーだけあとカーブ頑張れ、うん、いい形で来てるからね、はいはい、チームだってカーブ得点圏打率2割9分2厘だからねえぐいよ3回に1回は1点取んだから得点圏打率だからリリーフだねこれで抜け切られるのがすごいですよね逆に、うん、あとキャッチャーがちょっと盗塁させないからねそこら辺もちょっとしっかりした方がいいよねキャッチャー頑張ったから数は多いのにね、うん、で続いて、はい、DeNA あ4位これね、うん、まあでも打線がね、はい、外オースティンが出遅れてオースティンいない中外、ねはい、の中でやっぱ佐野が、うん、佐野宮崎頑張ってるからね佐野いいっすよね、うん、だって DeNA チーム打率2割5分だからね3位でも得点圏打率2割4分低い、ねうん、で防御率 3.57 やばい、うん、ワースト2位先発防御率 3.93 ワースト2、うん、リリーフ 3.03 やっぱこれ炎上してるからな変わった先発が炎上してるからそれが炎上した、うん、引けしでリリーフはね 3.03 でね、うん、2位なんだよだからリリーフいいのいいですよ伊勢ね伊勢大名人ねで山崎康明エスコバーねっていったところで、うん、田中も復活してきましたから、うん、はいだから先発も抜けたりするからね、うんちょっと怪我して抜けたり入ったり抜けたり入ったりででも もう大抜けエースだね今右、うん、で左の今永で浜口もフォアボールじゃなかっただいぶ良くなってきたからね前回もねあの良かったしねはいだからなんだろうねもう打って打つしかないねあとキャッチャーワールドピッチ止めれながら勝ちっていうのがあるんだよパスボールしたり最近また多くなってくるよエレーラなんでなんそこちゃんとしようねミネイのバット投げとかいい形で出てきてるのにね、はい、だから DeNA は接戦ものにできるかどうかだね、うんうん、そういったところでは勝ちきれるかどうかはね課題だね、はい、で巨人おやばいよいや巨人本当にやばいっす 2.5 ゲーム差、はい、2位に、はい、防御率 4.10 唯一の4点台、うん、救援防御率 4.28 唯一の4点台、うん、先発防御率 3.98 もう4点台間近、うん、どちらもリーグワースト1位チーム打率2割4分6厘は4位、うん、ホームラン110本はダントツ1位だけど、ねうん、得点圏打率2割4分7厘もまあまあ上の方ピッチャーかそうですもう課題は明確ですでもね、はい、一番の課題知ってるか巨人課題ですかもう一番の問題点はもうここ次第っていうわかりますよ何菅野浅いなバッキャッチャーですよ面白浅いなバッいや、答えは7、8のね、中継ぎの大勢の前で誰投げるかってとこだけなんですけど浅いなバッ3連続バット答え教えてくださいよもうギブえ、ギブじゃないですよ今年のここまでの巨人の戦い見てたら分かるやろ分かりますよ、僕全試合見てますから、うんはい、坂本あ正解やった交代さすぞ、お前もう坂本なんかずっと怪我してるからもうなかったっすよ、ここに坂本いた時は上がっていなくなって借金帰ってきたら勝って今いなくなって落ちてんの何しとんねん坂本次第でこの今年は波が来てんだよ、はい、坂本と岡本の前後の時の岡本の打率と全然ちゃうらしいですよ、うん、それはだって相手もね、はい、楽になるからねなんか知ってましたよバリに言ってくるんでいきなり坂本選手とかもう、ね、それは今ね言ったやつもそれは間違ってないよ、はい、間違ってないけど結局やっぱ坂本なのよきついなきついっすよこれ本当に先発ももう戸郷エースだもんね今ね菅野も若干ストレートの質が落ちてきてるしね、うん、でリリーフは本当大勢にどうつなげるんやっていうところでねいい時と悪い時はっきりしてるしで岡本がまた最近不調でしょ、うん、でその中でコロナで人もいなくなってるでしょでウォーカーポランコもまあずっといいわけじゃないでしょ、うん、で新しく来た外国人もなんか今のところそんなびっくりするような感じでもないでしょ、うんね、なかなかきついね、まあ、でもまだ2位と 2.5 ゲーム差だからね、だからそこが帰ってきたらね、しかもコロナで結局、チーム全部で何人60人ぐらいになってるでしょ、はい、1、2軍スタッフも全部外して、はいはいはい、だからここでもこのオールスター休みで休んでこう復活したときどうかだね、さあ、続いて、はい、中日、中日は
A クラスに6ゲーム差、はい、まあでも2位に6ゲーム差ってことか、うん、ちょっときついな、厳しいですね、6ゲーム差って、しかも間に、これが中日が4位にいて、はい、3位に6ゲーム差だったらいいけど、はい、6位にいるから、間に2チーム入ってるからね、どっちが負けてもどっちが勝つからね、うん、そういったところでは、でもドラゴンズ、チーム打率2割4分7厘、はい、4位、4位ですね、4位、はい、ホームラン数46本は最下位、はい、ツーベース130本、4位、だツーベースもっと増やしたいよね、うん、名古屋ドーム広いんだから。得点圏打率2割2分3厘、ワースト1位、うん、防御率 3.574 位、はあ、先発防御率 3.734 位、救援防御率 3.264 位、そんな言うほどあれなんだね。そうなんですよ、ピッチャーもいいって言いながらも、そうなんです、結果的に数字だけ見るとあんまりだね。あんだけ良かった投手陣も今年あんまり良くないんですよね、うん、しかも援護点、援護率 2.76、はい、ダントツ最下位、唯一の2点だ、うん、援護全くない。ないですよ。外国人がな。そうですよね。打つのがね。ねビシエド一人じゃねえ、どうしても。大島と阿部ちゃんが一番頑張ってんじゃん。ねえ、うん。なかなか厳しいな。怪我人も出てきて、うん、高橋。でも俺の予想当たってるから予想通りなんだけどね、再開は。再開されてましたもんね。うん、でもまあなかなかあれやな。じゃあここから巻き返しのキーポイント言っていく。はい、今言っていきましょう。まあ、ヤクルトはもうこのままよ。もう怪我とかなかったら、もうこのまま多分9割方勝つでしょ。ヤクルトなんで好調か知ってますか、佐々木さん。知ってるよ。なんすか。ヤクルト戦飲んでるから。そういうことですよ。あれ売れ行きやばいらしいです、うん、それな、本当に。いや違います。やっぱ今年高橋奎二がね、すごいっすよ、うん、やっぱり佐々木チャンネルにね、奥さん出てからすっごい伸びて、うん、ちょっとね、あれ最後あれ足が痛めるみたいになったんですけど、あれどうなったかちょっと分かんないですけど、うん、今年は最多勝を狙えるかなと思ってたぐらい、うん、勢いがありますね、うん、そりゃそうやろ、言った通りしてるから。そうなんですよ、すごいですよ、うん、だから今不審で困ってるプロ野球選手を、ね、お持ちの奥さん、連絡いただけました、ここお呼びします。で、里崎さんにお話聞いてください。はい、で聞いてそれをそのまま伝えてもらっていいです。で、コーチの言うこと聞かなくていいです。で、そのままマウンド上がってみてください。結果出ますよ。そしたら生活も潤います。今見てる方、どしどしご応募よろしくお願いします。え、カウンセラーだ俺。カウンセラーでしょこれね。高橋奎二がもっと頑張れるか、でも一つだけあるんですよ。何の言っていいですか、うん、龍谷大平安が甲子園出るかどうかなんです。どういうこと。やっぱりね、平安魂ってね、まああって、龍谷大平安が甲子園出ると高橋奎二選手の能力が3倍ぐらい上がります。これ注目しておいてください、うん、はい、さあということで。ねえ。はい、まあ、阪神はやっぱり、はい、まあもう、はい、浜地、うん、湯浅、岩崎やな、うん、で、まあ、プラスアルカンタラ、うん、ここがしっかり機能すれば勝てるやろ。勝てます。多分いきなり全員打てなくなることもないし、しかも中野とか島田で、近本もそうだけど、うん、足使えるから、はいはいはい、その中でそのヒット出なくても自分を生かせることできると思うんだよね、うん、で、まあ、大山里輝っていうところが、まあ、さすがに去年みたいに60タコぐらいになんないでしょ。なんない、まあ、この前60打席ぶりにホームラン打ってたけど、うん、まあ、ここら辺は、まあ、その足使えればカバーできるからね、はい、走ったりしながら。だからやっぱこの後ろやろ、うん、そうですね、後ろがもう盤石にいければ多分 A クラスいけると。いや、いきますよこれは絶対に、うん、で、次広島。はい、広島はもう栗林にどうつなぐかだけやろ。そうですね、うん、そこですね。あとはもうやっぱり秋山やな。秋山、ここがしっかりいけるかどうかがもう問題やろ、うん、でもなんか最後ら辺こう下半身のコンディション不良って言われてましたけど、それはもういきなりやったから疲れたんだよ。そら向こうでもそれやってたけど、そこまでやってないじゃん。やっぱそうですね、うん、それはいきなりフルスロットルでやったから多分それは疲れたんだよ、うん、で、まあ無理もね、パチンと行くまでできないからね、うん、でもそういった意味でも打線の格ではやっぱり秋山が結構この最近の試合見てても大きいからね、うん、秋山が打つかどうかっていうところね。秋山とリリーフやな。リリーフですね。外国人も取ってるけど、あんま来てね、ターリーとかもそうだけど、ね、そこまで機能しきってないからね。はい、そこでしょ。ね。はい、期待します。続いて、はい、DeNA。お、もう先発やな。そうですね。DeNA は、はい、もう先発がしっかり打てれば、だって佐野が打ち出すね、佐野が打てなくなることないじゃん。ないです。で、多分宮崎ももう打てなくなることない。ないです。だから、まあ、そこの前にどこまでランナー出せるかっていう1、2番の、はい、コアラとか海老名とか。
そういったところの働きはかなり大事になってくると思うけども、うん、はい、結局でも先発が試合作れるかどうかだから、うん、先発だな。そうですね、あと打つかどうかはもう我慢してこう見守るしかないから、うん、先発がどこまで頑張れるかだね、うん、DeNA は、はい、勝ち切れるかどうかね。先発投手頑張れ、うん、巨人、はい、全部かな、まあ、坂本復帰だな、もう一番もうそこまでしかないよ、うん、そうですね、うん、もうだってどっから取りかかろうって先発も苦しいしリリーフも、ね、体勢にどう運ぶかも苦しいし打線も苦しいし、はい、で人コロナでいないみたいな感じだからもうとにかく坂本がもういち早く復帰してくれることを願 う、 もう坂本次第やろこれ本当、坂本がもう復帰遅れれば遅れるほど下手したら B クラスになっちゃうね。でかいですよ。そう考えると坂本の敵ってな大きいな。で中日、はい、打つかもう打つのみやな。そうですね、まあ、だって大野も柳もなそこなりに頑張るからね普通にねクオリティスタートで試合作るにはね、うん、でもやっぱ打てないとね打つのみやろ。これどうしたら打てるんですか。素朴な疑問なんですよ。でもよ、はい、ここで一つの疑問があるのよ、はい、こう落合さんが言ってることなんだけど、はい、落合さんはチーム打率2割1分で優勝させてるだから落合さんが何かのインタビューで答えてたんだけど、はい、これでもうこれから監督やる人たちは全員言い訳できなくなったっつって、うん、打てないっつって、うん、だってうちなんてチーム打率セリーグ最下位で優勝してんだからこれできるっていうことを示してるから、ね、打てないから勝てないはないわけよ、うん、でそれを証明してるんだからもうそれは言い訳できなくなったって言ってるから、うん、そういうそこの中では考えなきゃいけないんだよね。だよくもう一回見返したいな俺落合さんのそのそんな思そんな思って見てないからその年分かんないじゃん、はい、どうやって勝ってきたかなんて、はい、でももうそのシーズンもう一回見たいよね。ドラゴンズがどうやって勝ったのかっていう、俺も選手だったからそんなセリーグのことまで分かんないじゃん、はいはい、だからそこもう一回ちょっと見てみたいね、はい、ちゃんと ね、 そうですね、どうやってそれで勝ったのかって本当気になります。でもやっぱドラゴンズはもう打つしかないから打線だね。でも本当ドラゴンズまでは本当 A クラスセリーグは分かんないから、はい、そういった意味ではまあね今言ったところがしっかり勝って、ね、だから皆さんが思うねあとキーポイントも知りたいね。いや聞きたいですこれ、ね、本当にね、はい、あとあの代役としての MC が成り立ってるのかどうかも聞きたいよね。これね再生数絶対いきますよ。はい。なんか自分のおかげみたいな。いやいやいや。この MC 役。俺だから。でこれね多分見られてる各ねいろんなテレビの方もまあオファー多分これが来ると思うんですよ。これ使って。もういいはい。あたしゃん。